はい、ハノイリビングの田口です。今私はですね、鉱材、エリア、鉱材エリアにあります、これ随丹通りですね。随丹通り、はい、ちょうどあの鉱材のここはあの、まあ、ビジネス街ですよね。ビジネス街、はい、なんといっても FPP ソフトウェアさんの本社がここにありましてね、はい、まあ、ベトナムで一番大きな大手の IT 企業ですよね。はい、そう中心にして、まあ、IT 系の会社が多いと思うんですけど、この辺に集積してきてます、はい、そこはもう広い通り、外周道路ですから、はい、ここのね、外周道路から随丹に入ったこの辺り、これもね、ドリームランドスカイビラっていうね、これ多分サービス、コンドミニアムだと思うんですよね、分譲マンション、はい、こんなのが建ってて、で今日ご紹介するのはこの横に今、まあ、建築中のね、今2020年の1月ですけど、2020年今年の4月にはあの完成する予定の、このオフィスビル、はい、ここ、まあ、新築のオフィスビル、ここの部屋をねご紹介します。はい、随丹のエリアっていうのは、まあ、あのちょっと安いですよね。金馬の金馬通り沿いにあるところとか、もっと東に行くあのハイバーチュンとか保安金馬あたりのオフィスとか高いんですけども、このあたりは安いんですよね。安いんですがきちっとしたビジネス街ですので、まああのエリア特にね、ここでなきゃダメだっていうそういうものがない方、初めてベトナムに来て、まあ、とりあえずはまあ10人ぐらいでね最初やるので、最初まああのレンタルオフィスからだと思ったんですけど、いやいや、まああの増員のねペースもすごくあの早く、人数を上げて、あのオフショアとかね、いろいろあの IT 系の仕事をやってもらいたいとか、営業を増やしたいとかいう方はもう最初から、まあ、50平米から80平米ぐらいのオフィスを契約する方も最近多いんですけども、そんな方々のためのオフィスビルだと思っていただければ結構です。これはレンタルオフィスではありません。一般のオフィスね、はい、最低契約期間が3年とか、はい、デポジットが、まあ、何ヶ月分、2ヶ月分とか、まあ、家賃が何ヶ月分とか、まあ、いろいろ決まってはいるんですけど、はい、あのレンタルオフィスのようにね、半年間だけとか1年で終わりとか、そういう短期契約はダメですね。はい、長期でここで腰を据えてやっていくよというふうに決めていただいている企業さんが利用する一般のオフィスですね。はい、ここ、はい、この物件です。タンロンフォードビルディングという名前なんですよね。はい、ちょっとまだね、フェンスがあって全容がね、綺麗に見えてないんですけど、これから綺麗に仕上げていくので、はい、今日はねどんな感じかね、はい、出来上がっている、まあ、中の、まあ、スケルトン状態ではありますけど、物件80平米の広さの物件を今日あのお客様のためにね、ちょっとビデオ撮りもしてますので、はい、それがてら皆様にご紹介しますね。今順次ねこんな風に作っていってるんですけど、まだねちょっと作ってる最中なんでなかなか想像しづらいんですけど、ここはあのオフィスとホテルが混在するビルになります。はい、でここがオフィス棟 の、 あのエレベーターになるそうです。はい、でこの横がこれ1階フロアなんですけど、3機かな、はい、あのエレベーターが今あります。これがホテルに直行する、エレベーターだと言ってます。でオフィスは2階から、8階かな、2階から8階がオフィスで、9階から30階上が、ホテルというふうな構成になるということです。はい、じゃあね、ご紹介できる部屋がだいたい80平米ぐらい、もうちょっとちっちゃくてもいいんだよっていうふうな方もいらっしゃるかもしれませんが、通常こういう一般オフィスは100平米切りなんですよね、普通はね。ただ、まあ、あの昨今そんなに広くなくても、あのそんだけ大所帯じゃないんでねっていう方もいらっしゃるので、80とか60とかね、50とか70とかその辺のご希望する方が多いので、それに合わせてオフィス側も切ってきてるんですよね。はい、まあ、あのこんな感じ、ここはね今何階かな、3階ぐらいかな、はい、もっと上7階とか8階もあるんですけどもね、あの綺麗にまだこうやってこう仕上がってない状況なので、仕上がりかかっているところを今ご紹介します。こんでこれぐらい、はい、側面はスカーッとね、こう窓がついてて、あの鉱材通りがこう見える、はい、こういう見下ろしたところ、もっとね下は綺麗にこれからオフィスなんでなっていきますし、ここはオフィス兼、上は上層階は8階以上、30階までは
ホテルが来ますから、はい、5つ星だと言ってますね。本当かなと思うんですけど、まあ、5つ星のホテルを上に持ってくると言ってるので、相当ここは綺麗な風に仕上がると思います。はい、その低層階に2階から7階8階までだけオフィスが来ると、はい、そこの一角を今皆様にご紹介しています。はい、金額はまあ税金管理費で1480ドルぐらいですかね、1500切るぐらい、はい、面積はこれ80平米ですね。はい、デポジットは3ヶ月、前家賃は3ヶ月、フリーレントは1ヶ月、はい、ここをきれいに内装工事する間の家賃は払わなくてもいいですよというフリーレントの期間が1ヶ月、これは交渉します。最低契約期間は3年、ね、まあ、一応4月の15日からオープンだよと言ってるんですが、ちょっとねもう少し手間取るかもしれません。5月までかかってしまいそうな感じはしますが、はい、5つ星のホテルの低層階に入るオフィスのご紹介、場所は鉱材エリア、比較的安いエリアですよね。はい、こういうところがありますよっていうのを皆様にご紹介しておきます。ちょっと場所的には違うんですけど、仕上がり具合っていうか、まあ、これ工事現場で使ってるんで、とりあえず安くやってるよっていう感じですけど、まあまあ、これぐらいのことは当然やりますよということですよね。はい、天井のしまい方といいますか、ちょうどもう工事終わりかかってるところなんで、まあ、こんなふうな仕上がりだよっていうふうに考えていただければ。もう少し80なんでね、もう少し広い、ここより広いと思いますけど、間仕切りとかね、受付とか会議室をどういうふうに切るかっていうのはまた別途内装業者さんとの打ち合わせだと思います。ここは女性トイレと男性トイレがあって、でここにね、こういう水道管があると、ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、ありますが、ここにパントリーが来るんですよね。要はお皿とか洗っていただくエリア、なんで、まあ、ここがトイレ、男性用のトイレですね。はい、もっともちろん綺麗になります。仕切りもちゃんとしますが、今まだ途中なので、工事中なので、パントリーがちゃんとできますよと。お皿はここで、お手洗いの洗面ではなくてここで洗っていただけますよということですね。8階に上がってきました。皆様にご紹介できるのはこの8階なんですよね。はい、だいぶ上に上がってきたんで、見晴らしもまあまあ、スカート抜けてる感じですよね。はい、鋼材のね、このなんていうか、その力があるっていうか、勢いのある雰囲気っていうのがね、分かってもらえるかなと。まあ、まだちょっと空いてるところはあるんですけど、多分こういうところもいずれかはビルが建ってくるんだろうと。向こうに見えてるのが外周道路、向こうの方に見えてるのがインドシナプラザですね。日本人のご家族連れいっぱい住んでますね、インドシナプラザですね。はい、近いですよね、ここからね。あそこに住んでここに仕事に来る、歩いてくるみたいな方が結構いらっしゃいます。はい、で今回ね、この8階でご紹介できるのはちょうど80平米なので、ちょっとね、場所はここなんですけどもね、どこからどこかって言いますね、この鐘の鉄柱、はい、この鐘の鉄柱から、この鐘の鉄柱、向こうも鐘の鉄柱、あ、ないか、このラインから向こう側でどこまでかというと、ここにも鐘のこう四角い鉄柱があるところまで、ここですね。はい、この鉄柱がここから向こうにもありますね。はい、これ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 、はい、ここから先ほどの鉄柱のあたりまで、これが約80平米、はい、1480ドル、8階ですね、このフロアです。で他はもっと広いんですよね。例えば135平米とか、こちら側にズドーンと広がってるのが135平米とかいうと、平米単価、単純に面積が広くなるんで高くなりますよね。はい、で隣この辺になってくると、これ外周道路沿いだと思いきや、横にこうね、ちょっとまた建物、コンドミニアムがもう立ち上がってきてるんですよね。ちょっと見晴らし的にどうかなという感じですけど、向こう向きなんで今日ご紹介するのは、あちら向きなんでまだスカーッとね、景色が抜けてる感じですよね。はい、まあ、細かいところはね、細かい情報はホームページでアップしますけども、はい、まだね、こういうふうに制作中といいますか、作ってる最中ですので、想像しづらいと思いますけども、明るいね、こちら向き、向きはほぼほぼ北向きですね。こちらは外周道路の方向なので、これまっすぐ向こうに行くとノイバイ空港とか空港方面に行くんですけども、はい、ここですね、ここです、この80平米、
かがでしょうかね。細かい情報等ね、内覧ご希望等、もしくは細かい、もっと細かい情報、契約を前提に考えるので、ちょっとこう資料くださいとかなった場合は、ハノイリビングまで、お気軽にお問い合わせください。以上、江西地区にあります新築のオフィスビル、今作ってる最中、はい、5つ星のホテルと混在する建物の中にある、オフィスビルの、スペースのご紹介です。